ありがとう整体の平野です。長野県昼上温泉からね、温泉に浸かりながら、ちょっと本当に失礼なんですけど、ちょっとね、こう一杯飲みながらですね、少しほろ酔い加減で、撮らさせてもらっているんで、ちょっとこの、なんていうのかな、普段こう、遠慮して言えないこともですね、少し言ってみたいなと思います。コロナの影響でですね、比較的この時間が取れるようになって、もう一度こう、勉強をね、こうし直そうと思って、他の方の、YouTube 動画とかもね、こう見させていただいている中で、本当にこう皆さんこう、細かいですね、ところまでしっかり見てるな、筋肉のこの走行だとか神経の問題だとか、血管がねどこを通ってるだとか、すごく細かくですね、勉強していて、それをこう動画にねこう流している方、いらっしゃって、最初のうちはですね、正直、すごいなと、本当に勉強してるなと思って、私かなわないなと思ったんですけども、今本当に酔っ払っていて、ちょっと申し訳ない普段言えないことをね、言ってしまうんですけども、それってよく考えたらですね、整形外科のお医者様の方がですね、もっと詳しいわけなんですよね。はい。で、その知識がですね、一般的な知識がね、どんなにこう、たくさん持っていてもですね、やはり人間の体ってこう、そういう杓子定規にはいかないというのを、私は本当にこの20年間にやってきて、本当に人間の体不思議だなと思うし、思って、やってきました。ですから、この、解剖学をね、いくらこう勉強してもですね、その見えない部分ってあるんですね。例えば気の流れとか、ツボもこう見えない部分だと思うんですけども、それ以外にも何か本当にこう、人間の体を動かしている、不思議な部分ですね。そういったところを、私は本当、ちょっと変わった思考なんで、本に書いてある、教科書に書いていること以外のものにですね、真理があるのではないかと言って、思って、やってきました。で、そういう先生方、特にそういう思考の先生方がまた好きで、本当にこういろんなところに勉強させていただいて、行かせていただいて、感謝させていただいているんですけどもですね。ですから、ちょっと何言ってるか分かんなくなってきてしまったんですけども、いくらその解剖学的な知識がね、すごくあってもですね、本当にそれは、活用できているのかなっていうふうに、ちょっと思って、しまいました。何を言いたいかというとですね、その解剖的学的に、すごい先生が、やる、その整体と、とはちょっと本当にうちの場合は、ちょっと違ってまして、本当に変わった思考から見た、その体の、ね、調整方法を、やっています。ですから、普通の考え方の、整体をね、たくさんやってきた方たちで、結果を出せない、出なかった人たちに対して、当院は可能性があるのではないかなっていうふうに、思っています。で、実際に、いろんな整体行ったけどダメだったけど、当院でね、こう喜んでもらえたっていうことはね、結構あるんですけども、ただ、必ずそれが、大丈夫だって言ったじゃないかって言われてもね、困るのは、まだまだ本当にこう、人体というか、体も自然もそうなんですけど、本当にこう分からない部分、不思議な部分が、たくさんあります。ですから、ますますね、私もこう、勉強しなくてはいけないなと思うんですけども、それは教科書から、勉強させてもらうんではなくてですね、本当にこう、人間の体の不思議な、部分をですね、いろんな角度から見させていただいて、勉強させていただくということをですね、まだまだ、続けて、いこうかなと思う中で、本当に面白いものがね、面白い発見があって、これは自分の絶対考えじゃないな、なんか誰かがこう教えてくれてるな、みたいなこと、本当にひらめき的なことがね、たくさんあって、今のね、生態を、作り、出せているなという感覚があります。ですからこういう、今、温泉にいるんですけども、温泉大好きなんですけども、こういったところに、来てね、こう勉強するのではなくて、温泉に浸かっている時に、なんかピンとこうひらめきがね、あったり、したりすることの方が、多いんで、もちろん、
基礎的な、ね、勉強は必要だと思います。それがあって初めてね、ひらめきがあって、何も勉強もせずにね、その筋肉の名前も何も知らないで、ひらめきも何もあったものじゃないんで、勉強することは、そういう解剖学的なことを勉強することも大事なんですけども、まあ、解剖学的なものだけをですね、やっぱり追求してもですね、それは、西洋医学の先生方に、比べたらですね、本当にこう、子供みたいな、感覚で、あると、思います。何を言いたいかというとですね、ちょっとこう常識を外したところにある、真理だとかを、追求する、生態をやらさせていただいているのではないかなっていう、感じです。